今日は、レプタイルショーへ向かいます。静岡の、運転はどうも、トカゲのおっさんです。あれ、素顔まだ晒してない。そうですね、はい、そんな晒せるような顔してないで。いや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 、全然ちょっとね、ナビの設定して違和感なさすぎて、わかんなかった。そうか、そうか、マスクなんですね。僕がね、しっかり運転して行きます。あ、チームメッセだ、着きました。結構あれですね、あんま人いないですね。左方向で、そうですね、なんか静かな感じで。あ、もう始まってるからか。お稲荷を買うトカゲの一般。今日これ食べるんですか。はい、恥ずかしいとこ取らないで。はい、今 JRS から、帰ってきたんで、買った生態を見せてもらおうと思います。まずはこちらのファミコン。これすごいですね、なんかとても20年前のものとは思えない。ではお願いします。サンバーストタンジェリンですね。これスティーブ・サイクスって書いてあるのかな。サインです。あ、サイン入り、スティーブさんのサイン入り。はい、そうです、そうです。おー、サンバースト、サンバーストってあんま聞かないですね。そうです、そうです。見ていいですか。はい、どうぞどうぞ。見ないですよね、サンバーストタンジェリン。見ないですね、うん。タンジェリンのちょっと濃い茶色が入ってる子ってこと、うん、確かちょっとまだら模様の、その、うん、タンジェリンって感じですかね。あ、かわいいね、こういう目好きですね、僕。黒っぽい切れ目好きですね、僕。エニグマのマダラとまたちょっと違うマダラですよね、この。ああ、なるほどね。ですね。トンジリンのエニグマ。はい。スティーブさんのとこのタンジリンのエニグマ、本当すごいですよ。柄が。お、すごくないですか。なんか。本当だ。なんかなんかすごいですよ。え、すごいね。マダラの入り方はこっちがサンバーストのマダラですよね。こっちが柄がすごいね、なんか、うん、なんかオレンジもこんなマダラになるんだ。なんか茶色の表紋がマダラになるならわかるけど、ね、タンジリンのオレンジもマダラになってるの、うん、これ見たことない表現だね、これ。この子なかなかすごいですよね。うん、これあれだね、完全に個体、この子の個体差っていうか、ね、これ狙って出てくるもんじゃないよね、多分ね。大きいな。すごいね、見たことないね、この色、確かに。あ、尻尾は白抜けするんだ。へえ。面白いね。うん。いい顔するね。かわいい、うん、タンジェロさんです。スーパータンジェロ、はい、このトレンパーさんが、密かに作ってたタンジェロのスーパー体。タンジェロってタンジェリンなんですよね、要はね。ま、そうですね、スティーブじゃないわ、トレンパーさんが持ってたタンジェリンってことですよね。そうです、そうです。そのスーパー体っていうのは何。スーパータンジェロっていうリンボースですね。スーパータイか、あのスーパーハイボタンジェリーのスーパーか、どっちなんですかね。はい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 、ちょっと調べてる最中です。スーパーっていうとね、確かにスーパーハイポタンジェリンの場合と、うん、スーパーマックスノートの場合と、単純にオレンジがすごいっていう場合のスーパーがあるから、ね、分かりにくいですよね、うん、おっとっとっと。でもね、この子表紋はないもんね、なので、うん、ハイポタンジェリンの方かもしれんね、うん、分かんないけど、はい、でも可愛いね。
もう結構頭大きくて可愛いですか、うん、体のバランス的に、うん、大きいですよねやっぱ、うん、この子は白目の多い子だね、うん、可愛い、レインボーの子です。サイクスさんが作ったサイクスレインボーです。ああ、はい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 、ああはいはい、うん、この前もサイクスレインボー持ってましたね、確かに、うん、この子はもう単純にすごい綺麗だったんで仕入れましたね、うんうん、ちょっと脱皮前ですかね、ちょっと白いですけど、ああそうですね、ちょっと脱皮前っぽいですね、うんうん、真ん中にこういうストライプの点々みたいなのが入るのが特徴っぽいですね、うん、なんとなくね、でタンジェリンのオレンジ色のラインもサイドに入ったりとかして、うん、結構何本もストライプが入るからレインボーですよね、うん、これ、うん、めっちゃ大きいねこの子もプリプリやな、うん、いい顔やね、うん、しっかりしたいい顔だ、うん、サイクスレインボーでもやっぱりその子みたいに綺麗に入ってる子は少なくて、あ、ね、出方はねやっぱり掛け合わせがあってもこんな綺麗に出るとは限らんもんね、うん、これがサングローの子ですね。おお、サングロー、もう全部きれいに一緒。おお、なんか頭の先から尻尾の方まで、うん、みんなきれいな色ですね、うん、柄抜けしてオレンジ色になってるっていう感じで、サングロー人気ありますよね。ありますよね、ここの色、うん、可愛いですね、特徴的ですもんね、はい、うちでもサングローの子結構嬉しいでかっでかっめっちゃでかいね、ほんと、あ、綺麗だ、うん、金色の子だね、この子、ベルアルビノのエニグマです。エニグマが一番目が赤いって言われてる感じですかね。ベル系は目が透き通りますもんね、うん、あ、うん、そうね、そうそう、見てないです。僕ね、エニグマ自体あんまり見ないんですけどね、でも確かに目はね、あのレーダーみたいなベル系の色ですね、うん、ちょっと薄い感じの、うん、透き通った感じはしますね、うん、透明感ありますね、やっぱり、うん、ベルだと黄色の入り方もちょっと淡い色になるもんね、なんか白っぽい黄色というか、そうか、エニグマだからこの表紋が乱れてるんだな、うん、なんか不規則な柄になりますよね、エニグマだと、うんうん、面白いですね、これ、これね、うんうん、はい、じゃあこの2匹大きい子選んでるんですか、これって。いや、そうじゃないですね、もう単純に綺麗な子を選んできてますね。ああ、そうなんですね。そういえばカップに名前書いてあるけど OK ですか。もういいですよ。この子はちょっと珍しくて、原種同士の掛け合わせの子ですね。マキュラリウス。これどっちがどっちなんですか。これは、両方とも同じ。あ、入ってる。はい。あ、ファスキュラータスとマキュラリウス。マキュラリウスが入ってる。スキオラータス寄りですね、どっちかというと。どの辺が？
この全くこんな感じがタスキオラータスなんですよ。うん、ああ、なるほどね。あんまりマキュラリウスの方のは入ってない感じですね。へえ。結構あれなんですね。あの淡い色なんですね、原種って。へえ、そうか。普通に売られてるのはハイイエローが多いから黄色が強いんだね、うん、やっぱりこうやって見比べてみると、うん、そうですよね、うん、結構スノー系に見えた、うん、僕が見たら、うんうん、それだけ原種は淡い感じだってことだね、うん、両方ともそうなんですよね。そうですそうです、結構アイシャドウ入ってますね。お腹めっちゃでかいな、これなんか本当に。本当だ、眉毛みたいなのがあるのかな、柄が。眉毛みたいな柄がある。この子が。インボイスそのまま言うとキャラメルズールホワイトアウトっていう。もう高そうですね、なんかそれ。高いですよね、それ。ちょっとそうですね、もう西アフさん自体高いですもんね、まだ、うん、西アフさんちょっと高い気がした、うん、特にモルフォンちょっと高かったよね、西アフさん。そうですね、その子はなんか何匹か同じモルフいたんですけど、その中でも結構白いんですよね。ちょっといい、それが気に入って。もはや何だったか覚えとらん。オレオ、ズール、キャラメル、キャラメルのホワイトアウト。キャラメル、ズール、ホワイトアウト、うん、確かに言われてみればキャラメルっぽいような色してるし、うん、なんかあのカフェオレみたいな色してるし、うん、そうですね。あー、もう顔可愛いですね、やっぱり二尺顔が顔が短いんですね、レオパと比べると。うん、うん、目から前の辺が、うん、短いね、うん、おあ、こいつじゃないんだ、一番高いの。はい、この子はね、ちょっと一番高いです。これはね、もう西脇さんの中でも大人気の、ほう、ストライプオレオホワイトアウトですね。へぇ、レオパさんでいうとスーパーマックスのみたいな、黒と白の。シアフはストライプがはっきりしてるやつ多いですよね。そうですね、ストライプがあるのとないのと。あれ何、結構動きますね。動く方なんだね。来た、うん、顔が可愛いですよね。なんか顔がなんかすごくデフォルメされた顔みたいに見えるね、ちっちゃくてね。幼児体型というか、はい、うん、目もうるっとした目で、うん、そうですね、僕はもともと日本石亀好きっすね、うん、常に日本石亀がいる家にしたいなと思ってます。綺麗でしょ、これ甲羅が黄色くて ね、うん、でいい具合のサイズなんですよね、小さすぎず、うん、しっかり元気に生きてきたなっていう感じがする、うんうん、生まれた時こんなちっちゃいんだよね、これぐらい、うん、大きいとあの結構しっかり食べて生きてきたんだなって。で、成長がうまくいってないとね、甲羅が重なり合って多孔っていうのになっちゃうんですけど。あ、よく聞きます、うん、これちゃんと甲羅の模様もしっかり綺麗に出てるから、あの元気な紫外線を浴びてきたことですね。で、顔は交雑してるとあの柄が入ってるんですけど、この子は綺麗にあの日本石亀の顔をしてますんでね、うん、これあの純日本石亀ですね。草亀っていうあのよくいる外来種と、はい、あの交雑しやすいんですけど、日本石亀って。そうするとね、顔の模様が変化するんですね。線の模様が入るんですけど、うんうん、
これ後ろの尻尾の辺がね、うん、ギザギザになるのも日本石亀の結構特徴です。なってますよね、うん、すごい。これ狭いところで育ててるとこれ結構削れてきちゃったりとかするんだけど、うん、外で飼ってるって言ってたから多分綺麗に残ってるんだね。すごい、いいね。この甲羅の色が明るい黄色で綺麗なのも日本石亀の特徴ですよね。これ結構ずっと日本石亀が好きっていう人結構多いですよね。うん、原種だけども純絶滅危惧種ぐらい少ないですよね。そうだね。まあうちはレオパはもう十分いるんですけど、でもこれぐらいのこう人気があるんですよね、うん、だからうちで人気のある子、うちに来る人たちが好きそうなやつっていうことで、はい、まあ買ってきましたね、うん、かわいい。まだだいぶ赤ちゃんですか。そうですね、これ3ヶ月ぐらいかな。うん、うん、あ、綺麗ですね。綺麗綺麗、そう、まあ、明るい黄色で、で、うん、明るい明るい、柄が結構均等に綺麗に入ってるやつを選びましたね、うん、うち柄があるやつの方が、ね、人気あるんですよ。うん、こういうなんか柄が結構綺麗に入ってる表紋とかっぽいやつが人気あって、であとは顔は可愛くなってるかどうかみたいなね。そうですね、それも買ってましたね。これ買った、それ本当すごいですよね。そう、これさ、コルクをなんかね、つなぎ合わせであるんですよ、これなんか1個のコルクじゃなくて、あ、1個じゃないんですね、それ。そうそう、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終わりにします。はい、ご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。